皆さん、ジャパニーズビ i t h のりこ、日本語ポッドキャストシーズン3、ホストののりこです。 今ね、散歩から帰ってきました。私ね、1月と2月本当に忙しいんですね。まあ、多分オンラインで語学教師をしている人たちにはよくある話だと思うんだけど、1年の中で1月と2月忙しいシーズン、ハイシーズンだと思います。なぜなら皆さん新年になって、もう1回勉強しよう、新しく言語を勉強しよう っていう人がたくさんいて、まあ、レッスンの予約が増えるからですね。まあ、私の場合は、新しい生徒さんも受け付けていないんだけれども、チャレンジ、有料コースをやっているので、まあ、そのためにですね、1月2月とっても忙しいんです。でも大切にしていることは散歩。えどんなに忙しくても、まあ、隙間時間。短い時には30分。長い時には1時間。 あのリバプールの街の中をねテク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 、まあ、パワーウォークするようにしているんですねで今日は45分歩いてきましたで、えー、そうですねまあやっぱり街の中ね緑のコースじゃないんだけれどもとっても気持ちが良かったです寒いんですね今日は朝起きた時にマイナス3度でしたでも雪はなかったでも本当に冷えた朝で でもね昼ごろは太陽が当たってきて、まあ、それでも5度ぐらいかな4度ぐらいかな、まあ、とにかく空気は冷たいでもそういう時にあのたくさん来てで音楽を聴きながらとか、まあ、韓国語のポッドキャストを聴きながら45分歩いてきて、まあ、今帰ってきたんですね。あのすすっっきりやっぱりやぱ散歩はいいですねメンタルに うんなんか今日忙しいねあれもしないといけないこれもしないといけないまあ実際に仕事は溜まってるんです全然終わってないでもそれでもいいんじゃないかとあの今日一番やらなければいけないことはもう午前中のうちにやってしまったしまあ今日できなかったことがあっても明日すればいいやみたいな気持ちになれました ね、それは散歩のおかげかな。散歩にあえて寒いけど、忙しいけど、外に出かけて、頭の中が本当にスッキリした、して帰ってきた、まあのりこさんですね。はい、えー。そしてね、面白いことがあったんですね。まあ、本題に入る前の話が長いんだけど、ごめんね。あのー、まあ、インスタグラムで、まあリ、リバプールに引っ越ししたよとかね。まあ、ポストキャストでもポストキャストポッドキャストでも言ってるんだけど。 はいこのように私にだってたくさん言い間違いがありますはいまあ、原稿を読んでないからね原稿作って言ってるわけじゃないからね、まあ、自然に話す努力をしてるんだけどまあ、それを置いといてあのメッセージをいただいたんですね、まあ、リバプールのま中心から多分電車で40分45分離れたちょっと北の方に住んでいる方 から日本語でメッセージをいただいて、ね、とってもその方が住んでいるエリアは地域はいいので「あの来てください、ね、その町を案内しますよ」ってメッセージいただいて本当にびっくり嬉しかったんです、まあ残念ながら今冬だしちょっと本当に今忙しいからその方に会いに行くことはできないんだけど、まあ、春ぐらいになってちょっと仕事の量が落ち着いたらぜひ行きますねってお返事したんですね。 で、私、本当に、まあちょっと希望の光が見えたというか、私、本当に今年ね、リバプールの中で、日本語のミートアップしたいんです。で、いろいろなところで、日本語と英語の、なんか言語交換ミートアップはあると思うんだけど、 私できたら日本語だけでやりたいんですね。<laughs> はい、なので参加者は少ないと思うんだけど、あの私は行きます。<laughs> はい。で、パブとかカフェとかでやってあの会話だけしたいんです、日本語の。で自己紹介したりあの会話したり、もちろん英語を話してもいいんだよ、もちろんね。はい。でもまあそういう場を作りたくって、で、あのまあその方はまあリバプールの中心には住ん いいない方だけどでも多分声をかかけたたら来てくださるんんじゃないかと思ったんです、はい、あのこのポッドキャストこのエピソードをまあ聞いているイングランドの方まあそうねリバプール周辺の方もし私が将来リアルミートアップまあ多分本当にパブになると思うんだけどパブで会おうって言ったら来てくださいますかあの私ね 何十人もいらないっていうか何十人も来ない本当に私のフォロワー数もねあのきっと少ないしで日本語だけで話そうって言ったら参加する人少ないと思うんだけど、まあ、3人4人来てくれたら十分かな、ね、そして <laughs> ビールを飲みながら、まあ、飲めない人はお茶とかコカ・コーラとかそんなもの飲みながら。 私はウイスキーかもしれない。なんか日本語でおしゃべりできたらなと思ってるんです。はい。じゃあこれね、本当に前置きで本題これから始めます。えー、今日のトピックは私のプライベートレッスンの生徒さん。まあ、シンガポールの方なんですが、年末とお正月、九州の旅行に行って帰ってきたんですね。で、とっても楽しかったっていう話で、まあ、特に長崎が良かったっていう話なので、その生徒さんの話をしたいと思っています。それでは、本題。 トピック聞いいてくださいはい皆さんあの以前ねあの人気がない都道府県の話まあ佐賀県と茨城県だったかなあのシリーズにして話しますよみたいなえ群馬県だったかないや佐賀県と茨城だったかなはいそれでちょっとシリーズにしようとか言ってた割には続かなくってごめんね私ねいっつも続かないのよ。やっぱり ダメなんだよねそういうやり方がなんか自由にあ「今日はこれについて話そう」ってパッと決めた内容じゃないと話せないんだよねごめんねだから結局あのシリーズはもう途中やめになっちゃったんだけどでも今日は長崎の話です長崎はきっと人気がある観光地、まあ、県だと思いますね私も何度か行ったことがあってとっても好きでもしチャンスがあるならまた行ってもいいぐらいですね で、私のプライベートレッスンの生徒さんが長崎に行ってきたんだけど、じゃあまず長崎の名物食べ物から行くんだね。まあいろいろあるんだけど、甘いもの話します。カステラ。もうこれね、本当にふわふわで、めちゃくちゃ甘くないんだよね。なんか上品な甘さで美味しくって、もう長崎のお土産ナンバーワンじゃないかな、カステラ。私は本当に大好きなんですね。あの、普通の味もいいし、 あの抹茶味とかいろんなバリエーションもあるはずなんだけどあの私のプライベートレッスンの生徒さんはもう,もうカステラが大好きで旅行中ね長崎に滞在中ほとんど毎日カステラを買って食べてたと言ってました「はい長崎に行ったらカステラお土産に買って帰ってください自分でも必ず食べてください」でまあ私はね何度も行ったことがあるんだけど、まあ、その生徒さんは初めてだったのかな。 びっくくりししたたことを教えてくれましたそれは稲山山という山から見た夜景あの私はね長崎に何度か行ったことがあったのにこの稲佐山には登ったことがなかったんですね展望台があって長崎市内を見渡せるきれいな場所だそうなんですけど、まあ、ウェブサイトによるとまたその私の生徒さん情報によるとこの長崎の夜景 稲佐山から見た夜景は今世界新三大夜景の一つ本当かな誰が決めたのみたいな感じだけどまあ誰かが決めたんでしょう最、まあ、新だから新ね世界の新三大夜景でちなみにその3つは一つはこの稲佐山から見る長崎市内の夜景そしてモナコと上海の夜景なんだってえー モナコと上海の夜景に並ぶぐらいの絶景の夜景が見えるのと思ってびっくりしたんですけど、あの、私の生徒さんはね、なんと、大晦日の日に、この稲佐山に登ったんだって、ね。そして、まあ、あの、レストランが、大晦日の晩も空いていて、で、その展望台にあるレストランでお食事をして、夜景を楽しんだ。ものすごい綺麗だったと言ってました。 わあ今度もしチャンスがあったら行ってみようかなと思うんですねだから皆さんメモしてください長崎の稲佐山の夜景うんまあ写真を撮ったりねインスタにこう写真を載せたいわっていう人はやっぱ夜景絶景スポット大切じゃない <laughs> インスタ映しそうということいこですよね、うん、であとまあ長崎その生徒さんが行ったのはグラバー園。 でこれもね、私行ったことがあっておすすめなんですね。じゃあグラバーさんっていう人が昔いたんです。確かねスコットランド人だったと思うんだけどスコットランド人の、まあ、商売をする商人。で日本では、まあ、港が、まあ、神戸とか長崎もそうなんだけど、まあ、そういう港に、ね、外国人の人がやってきて、まあ、昔ね。でそこに居住したわけです。で、まあ、丘の上の一等地。 ね、このグラバーさんの場合は、本当にその丘の上から、自分の家の庭から長崎市内が見渡せる綺麗なとこに、ね、一等地に大きな、まあ、古い木造の洋館を建てたんですね。あの、洋館の洋は西洋のよう、ね。西洋の洋の洋館。まあ、皆さんにとっては、ね、その日本に行って、ね、昔の日本の建物見たいかもしれない。でも、洋館 ね、外国風のなんかイングリッシュガーデン興味ないわっていう人いるかもしれないんだけど、まあ、これ歴史なんですよ。この長崎の,あの丘の上に大きな,なんかグラバー園とグラバーさんが住んでいたあの大きな、まあ、お家ね洋館が建っていてで、まあ、その人の歴史とかどうしてこの長崎にそういう外国からの商人がたくさん昔住んでいたのかそういう歴史が分かる場所グラバー園。 うんおすすめですね。でもちろんね原爆資料館もおすすめなんです。で原爆資料館は私広島でも行ったし長崎でも行ったことがあって子供の時にも行ったし大人になってからも行ったんですが、あの悲しい場所ですよね。で悲しい場所に行きたくないっていう人もたくさんいると思うんです。でも私はあえて行ってほしいです。本当に本当に心から。 あ,あもう本当に戦争は駄目だってわかるから。うん、でそういう場所は世界にいくつかあるじゃないですか。まあ日本だったら原爆資料館広島と長崎私はポーランドでアウシュビッツにも行ったことがあります。あとオランダのアムステルダムでアンデ・フランクが、まあ、隠れて住んでいたというね場所、まあ、博物館になってるんですけどそこにも行ったことがある。まあそういうところに行くとですね 本当に、わあ、楽しいみたいな感じは絶対ない。ね。でも、真剣に歴史を学んで、あ、本当に平和が大切だ。戦争はダメだって、まあ、一個人としてわかる。まあ、一個人としてわかったとしても、世界で、ね、2024年の今でも、あの、争いはある、紛争はある、戦争はあるんですが、まあ、戦争はなかなかなかなくならないんだけど、でもそういうことを勉強してほしいなって思う。という意味で、 長崎の原爆資料館にもぜひ足を運んでほしいなと思うんですね。まあそういうところです。なので食べ物も面白い美味しいのがある。まカスラだけじゃないんだよ。<laughs> はい。あとあの歴史がわかるねあのグラバエのようなちょっと洋風の歴史がある建物もある。そしてまあ原爆資料館もあるということで長崎とってもいいところです。 はい、雰囲気としては、まあこれまあ、神戸に近いかな,なんかその丘があってね山があって海があってで丘の上にたくさん建物がこう坂があって並んでいる、ね、坂があって建物が並んでいるっていう風景はあの神戸と長崎の共通点でとっても雰囲気がいいですね。うん、あの長崎おすすめなんですで、まあ、シンガポールの生徒さんは久しぶりに日本にいてたくさん日本語の会話もチャレンジしたし。 いろんな人と日本語で会話もしたし、えー、いややっぱり日本はいいなって言ってくれました。あの九州、まあ私も本当に大好きで、まあこの生徒さんは福岡、長崎、熊本の阿蘇山、そして宮崎県まで行ったそうなんですけど、まあレンタカーを借りてね旅行したそうなんですね。で、まあ最初の日本旅行は大体の人はみんな東京、大阪、京都、まあ奈良、そのぐらいかな。 ね、まあ足を伸ばしてちょっと広島とか足を伸ばしてちょっと岐阜県とかさ、まあ、そういう長野県とかそういうパターンなんだろうけど、まあ、2回目3回目、ね、ちょっとみんなが行かないようなところ、まあ、その外国人の観光客がね1回目の旅行で行かないようなところって言うんだったら九州は本当におすすめだと思います。はい、あの私の両親は九州が好きですね あのまあ、実はねこのポッドキャストは私の両親最近聞いてるらしいんだよね、まあ、あんまり聞いてほしくないだから最近あんまりねメインのポッドキャストでプライベートな話したくないんだよねまああんまりプライベートな話し,しづらい両親に <laughs> はい <laughs> まあいいんですけどそれ置いといてで私の両親はあの九州の温泉がすごく好きだからよく車でね行ってるんですよ温泉もいろいろなところにいいのがたくさんあるのが九州ですはい。 でこの生徒さんはできれば今年後半もう一回また日本に行きたいなって言ってて「ああそうだよね」ってあの日本が好きな人ねあの日本人じゃないよあの外国の方で日本語を勉強していてもう日本が好きな人は本当に何度も日本に帰りますね。うんまあ、それれれだけなんか私が生まれ育っった国を、まあ、大事に思ててくれて 好きになってくれて嬉しいんだけどまあ、皆さん今年日本に行かれる方まだ計画がない方は九州もちょっといいっていうことねのりこさんがおすすめしておきますはいじゃあ今日はまあ、長崎まあ、ちょっとだけ話してみましたまたね